885年から886年のパリ、包囲戦は、バイキングが西フランク王国のパリを包囲した戦闘である。この事件は統一フランク王であった皇帝カール3世の財政中最大の事件であるとともに、パリハクウードの名声を高め、カロリング帝国と後のフランスの歴史における転機となった。またこの戦いによって、 当時すでに西フランク王国最大の都市となっていたパリの戦略的な重要性が証明されることとなった。包囲戦の一時資料として、目撃者のアッポド・サンジェルマンイコールデイコールプレによるラテン語シベリア・パーザー・アーキアービスがある。885年11月後半、数百隻の船に乗った数万人に上る、ともされるバイキングの大軍勢がパリ郊外に到来し、 効能を要求した。パリの防衛に当たれる守備兵はわずか200人ほどだったにもかかわらず、パリハクウードは要求を拒絶し、包囲戦が始まった。最初、バイキングは数日にわたり総攻撃を仕掛け、様々な工場兵器を繰り出してが、パリの支壁を破ることができなかった。その後もバイキングは何度か強襲を試みたが、失敗し、 次第に包囲軍から離れてセーヌ川のさらに上流へ行ってしまうものも出始めた。886年夏、バイキング軍は再び大規模な攻勢に出たが、ついに身を結ばなかった。10月、カール3世率いる援軍がパリに到着した。彼はバイキング軍と若干交戦した後、バイキング軍に700リーブルの銀の支払いを約束し、 セーヌ川上流のブルグンディアを略奪することを認めて、パリ包囲を解かせた。当時、ブルグンディアでは反カール三世反乱が起きていたためで、ある。ウードはカール三世の妥協策を激しく非難して、その取り決めの履行に逆らった。888年にカール三世が死去した後、ウードはカロリングや出身以外の人物で初めてにし、フランク王に選出された。九世紀に、 フランク王国各地を攻撃するようになったバイキングは、845年に初めてパリを攻撃、略奪した。860年代には3度にわたり、バイキングがパリを襲撃し、十分な戦利品を取られるまで蹂躙し続けた。864年、西フランク王シャルル2世特等王は、ピトル直霊を発し、セーヌ川沿いのピトルとパリに要塞化した橋を架けるよう、命じた。 バイキングのロングシップの底を防ぐために取られた。この措置は、後の885年のパリ包囲戦で、目覚ましい成果を上げることになる。パリ周辺の防衛は、セーヌ川からロワール川までを支配するパリ博が担う、ことになっていた。この役目はもともとネウストリア編境博で、ロワール巡察士のロベール号炭鉱が追っていた。彼は、パリを要塞化し、 バイキングと戦い続けた末に、866年に、ブリサルとの戦いで戦死した。後を継いだ息子のウードの権力はまだ弱いものであったが、パリの要塞化は住民たちの手で続けられた。877年に、シャルル2世が死去して後、西フランク王国は次々と王が代替わりし、弱体化していった。しかし881年、 共同王のルイ三世とカルロマン二世が連合し、ソアンビムルの戦いで、バイキングに勝利を収めた。そして884年、ローマ王、東フランク王、そしてイタリア王を兼ねていたカール三世が、西フランク王よも継承して、カール大帝以来のフランク王国際統一を成し遂げた。これによりフランク人はバイキングに対しさらなる優位に立ったかに見えたが、885年、 バイキングはこれまでの襲撃をはるかに上回る規模のパリ遠征を計画していた。885年、シーフリズと新陸に引きられたバイキングは西フランク王国への攻撃を再開し北西部を荒廃させた。シーフリズはカール3世に功能を要求したが拒否されたため、700隻の船を引いてセーヌ川をそ行していった。 この軍勢に参加した戦士の数は3万人もしくは4万人に上ったとも言われる。これは包囲戦に合わせたアッポの証言による数であるがバイキングの襲撃を記録した同時代の記録としては史上最大規模である。なお、現代の歴史家の間ではこの記録は過度に誇張されたものであるというよりアッポ自体が波外れた大ボラ武器であるというのが定説となっている。 歴史家のチャールズ・ウィリアム・プレバイト・オートンは船の数を300隻と見積もり、ジョン・ノリスも300隻ほどとしている。フランク人はバイキングの底を阻止しようとしたが、ついにパリまでバイキングの勢いを止めることができなかった。この頃のパリは現在して島として知られる川の中州の上に立つ町だった。この島の両側からは、 浅瀬の上に木峡と石橋が伸びてセーヌ川の通行を妨げており、対バイキング戦略の上で最重要の地点となっていた。ウードはバイキングの襲来に備えて橋を要塞化し、それぞれに二棟ずつ塔を建てた。アッポによれば、ウードの元には200人足らずの手勢しかなかったが、パリ市教ゴズランが防衛軍に加勢した。彼は中世キリスト教世界で最初の 戦う聖職者だった。また、ウードの弟ロベールや、二人の白、一人の郊が、ウードを支援した。バイキングのバーク885年11月の24日もしくは25日、バイキングがパリに到来し、フランク人に効能を要求した。フランク人側はこれを拒否し、包囲戦が始まった。26日、バイキングは、パリ北東の塔に対して、バリスタやマンゴネル、 カタパルトといった数々の工場兵器を駆使して攻撃を仕掛けた。これに対して防衛側は熱した牢やピッチを落として応戦した。この日のバイキングの攻撃はすべて失敗に終わり、防衛側は夜のうちにさらに塔を増設した隠した。27日、バイキングは穴を掘ったり波状土や火炎兵器を使って塔を攻撃したが、これもうまくいかなかった。ゴズラン司教は 弓と斧を持って戦闘に参加し、最前線に十字架を植え込んで味方を鼓舞した。攻撃を諦めたバイキングは、川の右岸に石造りの野営地を建設した。彼らはここで次の総攻撃に備え、新たな工場兵器の製作も進めた。続く総攻撃では、千発もの石段が町に降り注ぎ、また橋を攻め落とすために、川物船や陸上からも攻撃が仕掛けられた。 バイキングは橋を防衛するとを包囲し、橋への放火を試みつつ、工場兵器を用いた町への攻撃も続けた。9世紀のパリ2ヶ月にわたり、バイキングは包囲を続けながら、周辺に溝を掘って、要塞を迂回する川路を作る作業を進めた。886年1月、バイキングは2日の間に、瓦礫や木々、動物や囚人の死体などを浅瀬に投げ込んで埋め、 3日目に3隻の船に火をつけて木橋に突入させた。この河川は木橋に火が乗り移る前に沈められたが、木橋の側も大きなダメージを受けた。2月6日、瓦礫で埋まっていた川が雨で増水し、木橋をし流した。これにより、北東の塔と12人の守備兵が孤立した。この12人はバイキングからの降伏勧告を拒絶し、間もなく全滅させられた。 バイキングの軍勢は、パリ包囲を続けたが、川が通行可能になったことで、一部がより上流のルマンや、シャルトル、エブルーやロワール川方面を目指して、包囲陣を離れ始めた。さらにウードが発した密使が、包囲網からの脱出に成功し、カール三世に援軍を求めた。まず東フランケンコハインリヒが、パリ救援に向かった。しかし、冬季の進軍となったため兵が弱り、 2月にパリについても一回バイキングと戦って破れるとすぐに撤退してしまった。一方、バイキング側も物資を求めて周辺地域への攻撃を繰り返していたが、その士気は下がる一方であり、4月にシーフリーズが60、リーブルの吟を分け前として受け取った上で、包囲陣を離れた。しかし、ロロなど包囲を続行する主張たちもいた。5月、 パリ防衛側で薬病が蔓延し、ゴズラン司教が病死した。この危機に際してウードは自ら包囲網を突破し、カール三世のとに赴いて、援軍の確約を得た。その後ウードは再び包囲網を突破して、パリに帰還し、カール三世やハインリヒもパリに向けて北進し始めた。先にパリに到達した、 ハインリヒであったが、彼はバイキングの掘った溝に転落して捕らえられ、殺害された。夏になって、バイキングは最後の大攻勢をかけたが、撃退された。10月になって、ようやくカール3世の軍勢が到着し、バイキングを蹴散らした。彼らは、ロロラ・バイキング軍を逆包囲し、モンマルトルに陣を敷いた。しかし、カール3世には戦う気がなかった。 彼はバイキングに、反乱中のブルグンディアを略奪することを条件として、彼らの撤退を認めてしまった。翌春バイキングがパリを離れるとき、カール3世は合意通りに、彼らに700リーブルの銀を与えた。この量はおよそ257キログラムに相当する。パリの住民やウードが、カール3世の妥協策に抵抗し、バイキングの転身を妨害したため、 バイキングは船を陸揚げしてマルヌ川へ移動させねばならなかった。888年にカール3世が死去すると西フランクの貴族はウードを王に衰退した。彼の弟のロベールも後に西フランク王となった。10世紀を通じてロベール号炭鉱を外するロベール家はカロリング家と王位を争い続けた。ロベール家の公国の名はフランス王国の国名となり、 以降カロリング帝国が再現されることはなかった。ありがとうございます。